茨城県立下館第一高等学校。茨城県立下館第一高等学校は、茨城県筑西市、旧下館市にある県立高等学校。通称、盾市、伊達校。1923年、下館商業学校として創立。1946年、県立下館中学校、旧制に改祖。1948年に、 県立下立高校、1949年、現在の校名に変更。戦後しばらくは普通科、商業科、工業科が設置されていたが、下立工業高等学校、1962年、開校、絹商業高等学校、1972年開校の創設に伴い実業系学科は廃止された。2011年3月に、定時制が閉化停止、現在では、 全日制の普通化のみとなっている。1959年、第41回全国高等学校野球選手権、大会出場。2005年、ディベート甲子園関東甲信越大会優勝。2005年、俳句甲子園全国大会準優勝。全国高校生短歌大会、通称短歌甲子園団体の部優勝3回。2010年、2017年。 2018年、準優勝1回、2007年、同大会個人の部優勝1回、2010年。2014年、同校 OB である在番クーバー日本国領事の橋渡しにより、カナダのシアコム高校と姉妹校提携を結んだ。2018年、台北市私立海南高級商工職業学校と姉妹校提携を大花大学、世界高校、大成高校と、 国際交流事業に関する有効的な連携を築く定型を結んだ。国公立大学の延べ合格者数が例年おおむね100人を超える2009年度111人、10年度114人、11年度135人、12年度114人、13年度124人、14年度158人、15年度111人、16年度101人、 17年度99人、など、茨城県西部を代表する、進む学校の一つである、1学年定員280人、男女共学、栃木県からの越境入学者は1学年15人前後、2016年度、平成28年度、陸上競技部、平成28年度、茨城県高等学校陸上競技対抗選手権、大会女子層幅跳び、 星野強化第2位。剣道部、平成28年度、関東高等学校剣道大会茨城県、予選会女子個人、高田真穂第4位。平成28年度、関東高等学校剣道大会茨城県、予選会女子団体第5位。ライフル射撃、平成28年度、関東高等学校ライフル射撃競技。 大会茨城県予選会10メートルエアライフル立射60発、競技、男子、近藤圭一優勝。平成28年度、関東高等学校ライフル射撃競技、大会茨城県予選会10メートルエアライフル立射60発、競技、男子、岩下幸樹第3位。平成28年度、関東高等学校ライフル射撃競技、 大会茨城県予選会10メートルエアライフル立射60発、競技、男子、坂入り海と第4位。平成28年度、関東高等学校ライフル射撃競技、大会茨城県予選会10メートルエアライフル立射60発、競技、男子、笠倉優心第5位。平成28年度、関東高等学校ライフル射撃競技、 大会茨城県予選会10メートルエアライフル立射60発、競技男子団体、近藤圭一、坂入海と岩下幸希優勝。平成28年度、関東高等学校ライフル射撃競技、大会茨城県予選会10メートルエアライフル立射40発、競技、女子、細谷誠彩り準優勝。平成28年度、 関東高等学校ライフル射撃競技、大会茨城県予選会10メートルエアライフル立射40発、競技、女子松本翔那第3位。平成28年度、関東高等学校ライフル射撃競技、大会茨城県予選会10メートルエアライフル立射40発、競技、女子、佐藤彩香第4位。平成28年度、関東高等学校ライフル射撃競技、 大会茨城県予選会10メートルエアライフル立射40発、競技女子団体、松本翔那佐藤彩香、細谷誠彩優勝。平成28年度全国高等学校ライフル、射撃競技選手権大会茨城県予選会10メートルエアライフル、立射60発競技、男子、近藤慶一優勝。平成28年度全国高等学校ライフル、 射撃競技選手権大会茨城県予選会10メートルアライフル、立射60発競技、男子、岩下幸希第3位。平成28年度全国高等学校ライフル、射撃競技選手権大会茨城県予選会10メートルアライフル、立射60発競技、男子、坂入海都第4位。平成28年度全国高等学校ライフル、 射撃競技選手権大会茨城県予選会10メートルエアライフル、立射60発競技、男子笠倉優心大5位。平成28年度全国高等学校ライフル、射撃競技選手権大会茨城県予選会10メートルエアライフル、立射60発競技男子団体、近藤圭一、岩下幸樹、坂入海斗が優勝。 平成28年度全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会茨城県予選会エアライフル立射40発競技女子佐藤彩香準優勝平成28年度全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会茨城県予選会エアライフル立射40発競技女子細谷誠彩り第4位 平成28年度全国高等学校ライフル、射撃競技選手権大会茨城県予選会、エアライフル立社40発競技女子団体、佐藤彩香、細谷誠彩、松本翔那氏優勝。放送部、茨城県高等学校放送コンテスト県 NHK 杯全国放送コンテスト、茨城県予選、アナウンス部門、石橋瑠璃子優勝、茨城県知事賞を受賞。 茨城県高等学校放送コンテスト県 NHK 杯全国放送コンテスト茨城県予選アナウンス部門石井正也第4位茨城県高等学校放送コンテスト県 NHK 杯全国放送コンテスト茨城県予選創作テレビドラマ部門下立一校作品名竹中竹を仮優勝茨城県知事賞を受賞 茨城県高等学校放送コンテスト県、NHK 杯全国放送コンテスト茨城県予選創作ラジオドラマ部門下立一校作品名鈴の音優勝茨城県高等学校放送コンテスト新人体会見全国高等学校総合文化祭放送部門茨城県予選県、関東地区放送コンクール茨城県予選アナウンス部門 村加穂優勝、茨城県高等学校放送コンテスト新人大会見全国高等学校総合文化祭放送部門茨城県予選県、関東地区放送コンクール茨城県予選アナウンス部門飯田敦子第2位弓道部平成28年度全国高等学校選抜弓道大会茨城県予選会男子個人の部渡辺和信第2位 平成28年度、茨城県高等学校球道当期、大会男子団体、渡辺和佐、伊坂智也、鈴木武之、飯島悟大崎佐世第3位。2017年度、平成29年度、水槽学部、第41回全国高等学校、総合文化祭宮城総文2017、水槽楽部門出場、前田光、ホルン奏者、 旧の洪水、ユーフォニアム奏者、荒井ひなた、ファゴット奏者。旧道部、平成29年度、関東高等学校旧道大会茨城県、予選会男子団体、鈴木武之、友部玲奈伊坂智也が、第5位。平成29年度、茨城県高等学校旧道個人選手権、大会県関東高等学校旧道個人選手権、 選抜大会茨城県予選会男子個人の部、飯島佐都市第3位。陸上競技部、平成29年度、茨城県高等学校陸上競技大会女子3段、戸部、第2位、女子層幅跳び第6位、星野京化。平成29年度、茨城県高等学校陸上競技、新人大会男子層幅跳び、宮田雄大、第2位。写真部、 平成29年度茨城県高等学校、総合文化祭美術展覧会写真展、平石あや実優秀賞。放送部、茨城県高等学校放送コンテスト、新人体会見全国高等学校、総合文化祭放送部門茨城県予選県、関東地区放送コンクール、茨城県予選、アナウンス部門、飯村加穂第2位。 茨城県高等学校放送コンテスト、新人大会見全国高等学校、総合文化祭放送部門茨城県予選県、関東地区放送コンクール、茨城県予選、アナウンス部門、片見市愛外42。茨城県高等学校放送コンテスト、新人大会見全国高等学校、総合文化祭放送部門茨城県予選券、関東地区放送コンクール、 茨城県予選、ビデオメッセージ部門第3位。ライフル射撃部、平成29年度、関東高等学校ライフル射撃競技、大会茨城県予選会10メートルやライフル立車40発、競技、女子、細谷しおり第3位。平成29年度、関東高等学校ライフル射撃競技、大会茨城県予選会10メートルやライフル立車40発、競技、 女子、戸村かな子大5位。平成29年度、関東高等学校ライフル射撃競技選抜大会、茨城県予選会、ビームライフル立射40発競技、女子大戦有リ第3位。平成29年度、関東高等学校ライフル射撃競技選抜大会、茨城県予選会、ビームピストル40発競技、男子、足立大成第3位。 平成29年度、関東高等学校ライフル射撃競技選抜大会、茨城県予選会、ビームピストル40発競技、女子、松本智美第2位。平成29年度第15回、関東高等学校ライフル射撃競技、選抜大会ビームピストル40発競技、女子、松本智美第6位。スキー部。 平成29年度茨城県高等学校、総合体育大会スキー競技会見、関東高等学校スキー大会茨城県予選、ジャイアントスラローム第5位ソラローム第4位、古谷中成。一文芸部、第12回全国高校生短歌、大会短歌甲子園2017大畑朝木、大和田啓介、袖山空大、林里美優勝、平成29年度第15回、 斉藤も吉ジュニア短歌コンクール大畑朝木、最優秀賞。2018年度、平成30年度、剣道部、関東高等学校剣道大会茨城県、予選会女子団体第4位。陸上競技部、平成30年度、茨城県高等学校陸上競技大抗選手権、大会男子800メートル中山健介第3位。 平成30年度、茨城県高等学校陸上競技大抗選手権、大会男子走り幅跳び、宮田雄大、第2位。南式野球部、春季、関東高等学校南式野球大会茨城県、予選会優勝。平成30年度第66回春季、関東地区高等学校南式野球大会第3位。放送部、茨城県高等学校放送コンテスト県 NHK 杯全国放送コンテスト、茨城県予選、創作ラジオドラマ部門作品名、いいね中毒第2位。1、筑波の西に、緑やあり絹の流れに蓄われて、花におわしく、咲くところそびえて高し我が母校。2、栄知の森は深けれど心を強積はめゆく。若き希望の灯下に思いは、楽しみは強し。3、高き理想を追う者の行くわ。 正義の王子のみ。我らがここに学びたる今日は、永久の旗印。四、使命に燃ゆる舞をあげて、我らは進むたゆみなく、光栄ある文化日本を世界が仰ぐその日まで。一、死雲たなびくゆうつくばの山の霊気を肝に受け、流れは月抜きぬ川の水の正気を上に取り、ラ城のほとり霞、大千余の剣をどり立つ。覇気満々のオス魂は、不当の息に燃えたてり、 立つは、賢治今なるぞ立つは、賢治今なるぞ,なるぞ、正々堂々勝て勝てカて正々堂々カてカてカて、に、風雲起こる戦場に、戦軍万馬に向かうとも、鎧の袖の一触れになぎ倒さんと安し、されどわこうどこ殺せよ敵たりとも侮るな、大敵たるとも恐るるな力の限り尽くせかし、打つは、賢治今なるぞ打つは、賢治今なるぞ、 正々堂々勝て勝てて勝て正々堂々勝勝てて勝て一、大式つくばせに受けて、打倒の生きぞ敵を飲み、栄えある勝利目指しつつ、今こそ、我ら戦うむ、盾や館高。竹尾寺。二、帰する栄冠揺るぎなく、阻む障害なぎ伏せて、必勝の旗掲げつつ、今こそ、我ら戦うむ、盾や館高。竹尾寺。三、重ねし、 シンクやありて、強敵ほふる喜びに大戦勝機かざしつつ、あぐる名誉の時を誇れ、館高、竹おじ、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。